今日はですね、食品を新鮮長持ちさせ真空保存させるフレッシュ&キープ真空フードポンプセットのご紹介です。まずは使い方の方をご説明いたしますね。まず袋ですね、こちらのチャック部分の方を開いていただきまして、中に食材の方を入れていきますよ。中にですね、このように食品を入れましたら、こちらのチャック部分を閉じてください。ただ手だけですとね、どうしてもなかなかうまく閉まりませんので、その時にはこちらに専用のスライダー、こちらがついておりますので、こちらを使って袋の方きちんと閉じていきますよ。このようにですね、挟み込んで、はい、横にスライドさせます。これで完全に密封されました。それでですね、こちらのポンプの方、これを使ってですね、空気の方に取ります。こんなことで空気が抜けるんですか？そうなんですよ。まずこの丸い部分ですね、こちらの部分にこちらのポンプ当てていただきまして、あとはこちら上下にポンピングするだけ。今空気が抜けてますよ、見てくださいね。どんどんですね、今空気が抜けてるってことが分かると思うんですけど、わーすごい、一瞬にして空気が抜きましたね。そうなんですよ、秘密はここ、ここのね、丸い部分ですね、逆止弁になっておりまして、一回ね、外に出した空気が中に戻りにくい構造になってるんですよ。食品はですね、空気に触れることで酸化が始まり、そこからですね、鮮度が落ちまして腐敗が始まります。なるほど、空気を抜き取るということが重要なんですね。そうなんですよ。で、冷蔵冷凍保存の方も可能ですけれども、それだけではなく電子レンジの解凍まで OK ですよ。そういえば夏にしか売ってないような食材ってあるよね。枝豆やトウモロコシですか？そうなんだよね、ビールは年中売ってるのにね。そうですね。あ、そっか、そういったものを冷凍保存するっていうことですか？そうなんです。こちら見てください。このようにですね、枝豆やトウモロコシ、夏の間にですね、茹でておきまして冷凍保存いたします。そうしますと食べたい時にですね、自然解凍するだけで OK なんですよ。なるほど、そういう使い方もできるんですね。はい、それだけじゃないんです。ウインナーとかハムって最初は真空パックで売られてるよね。あれって1回で使い切れる？1回で使い切れませんね。なんか急いでこう食べなきゃと思って使い切ったりとか。そうだよね、でもこの保存袋があれば大丈夫です。このようにパックのまま保存袋にいただきまして真空保存することも可能なんです。まだまだそれだけじゃありませんよ。このようにですね、一人暮らしの方には特におすすめ、時間のある時にですね、野菜を切っておきまして、このように小分けして保存しておくんです。なるほど、これならすぐに調理ができますね。そうなんですよ、ね、特に一人暮らしの方はね、帰ってきて疲れてる時にね、時間短縮して調理したいですからね。うん、そうですね、時間短縮できます。はい、まだまだそれだけじゃありません。お肉、お魚、このように、ね、菌の繁殖しやすいものにも便利ですし、あと香りの高いこのようなコーヒー豆だろにも便利なんですよ。まだまだそれだけじゃありません。ペットだってね、美味しいご飯が食べたい、このようなペットフードにもお使いいただけます。いろいろな使い方ができるんですね。そうなんですよ、袋の方もですね、繰り返し洗って使いますので、とっても経済的ですよ。初回セットの方なんですけども、こちらの方、はい、M サイズが4枚、L サイズが3枚、専用のスライダーとポンプの方が付いております。ただこれだけですとどうしても袋の方が足りないというお客様いらっしゃいますので、別売りの袋の方用意しております。こちら M サイズですね、こちらが6枚入り、こちら L サイズ、こちらが5枚入りになっております。いろいろな食材を保存したいから袋だけの別売りは嬉しいですね。そうですね、これだけ便利なですね、フレッシュ&キープなんですけども、実は便利なサシスーセー、そうなんですよ。サシスーセー、そうですか？はい、はい、こちら見てください。さ、さっと密封、し、真空保存、す、すっきり収納、せ、鮮度長持ち、そ、粗末にしません。わかりやすいでしょ。便利なサシスーセーソはフレッシュ&キープ真空フードポンプセットですよ。皆さんもこれだけ便利な真空保存、ぜひ体験してみてくださいね。